Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。12月22日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。もうすぐクリスマスですね、皆さんはですね、どなたに、プレゼントを渡してどなたからプレゼントがもらえるのでしょうか。滑り王子マスクマンです。はい、お隣。はい、今年のクリスマスはなんだか自粛自粛でちょっと盛り上がりにかける味噌煮込みスキーと。クリスマスあるんですね。もうなんか仕事がた、うん、立て込んでてですね、もうなんか忘れてしまってるダンサーズでございます。はい、今週のテーマはプレゼント。今週のテーマはプレゼントです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知、岐阜、三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋、中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上・海上輸送一貫サポート、東海協和、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。はい、先週のですね、占いで、いつ、ありますので、銭形警部からですね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日のテーマ占い、まあ本日ではないですけども、学生の頃から変わった占いを聞いたことがあるのはニキビ占いですね。あ、ニキビってこういろいろ顔にできるあれですね、うん、聞くところによるとニキビ占いは思い思われ、振り、振られがあり、おでこにできると重いニキビ、顎のとこにできると思われニキビ、頬の右側にできると振りニキビ、左側の頬にできると振られニキビと聞いたことがあるので、本当かどうかは分かりませんが、突然ニキビができると気になったことがありますね。そういえば最近思われニキビができているので誰かに思われているのかな、そんなまさかねってことなんですけども、はい、あのね、だいぶいい年でね、できるのはね、ニキビではなくてねあのおできではないでしょうか。吹き出物っていうやつか。そうですね、吹き出物ですね。いつからニキビから吹き出物になるんでしょうね。だよね。ね、あのね、脂っこいもの食べたりとかね、ちょっと結構ね、うん、あれと思う時ありますからね。うん、ね、あれ結構痛いんだよね。ね、最近なんですね、食べたものが結構脂っこいものを前日に食べると できますよね。うん、そういうこと多いですね。ね、あとね、あの疲れがあったりとかする時もなんかできるみたいですね。うん、あとね、まあ、あのお肌のお手入れをね、十分にしてない時。ほう、あ、手入れしてるの王子は。
王子はそんなしなくても油ベタベタですよ。いや、じゃあ、油ベタベタだから、なんかもっと手入れとかしなくて。いや、それはね、あの、天然オイルですから。でもね、本当にね、あの、あんまり、あの、石鹸でゴシゴシね、洗わない方がいいみたいです。あ、そうなんですね。うん、あの、自然のね、天然油。天然オイル、きっといいの。そうそうそう。結構王子の場合、多すぎるって言われてるんだけど。本当。はい。じゃあ、今週のテーマいきましょうか。はい。はい。お願いします。はい、続いてですね、はい、あ、こちらもね、銭形経由からですね、プレゼント、はい、私の中でプレゼントでもらえたら嬉しいものベスト3があります、はい、第3位、心のこもった直筆のメッセージ、第2位、はい、手作りのもの、まあ、手作りのものはいろいろいろんなものありますけどね、うん、手作りのものって、はい、第1位、神様からの贈り物で運命の女性ですね。なるほど、そうでしょうね。理由は未だに彼女がいない歴48年の私は、彼女ができればそれは神様からの贈り物だと解釈しています、うん、現実にできる日が来るといいですねということですけども、まあ、いずれね、あのいい女性には巡り合うと思いますよね。まあね、いつっていうのは分かんないけど、突然ですよね。そうですね。ね、そういう出会いはね。まあ、あとはね、うん、あの、数打ち当たるかもしれないからね。そうなの？あの、ナンパして。ナンパもね、あの、一つのね、なんていうんですかね、あの、プレゼントをいただく前の、その、下ごしらえ。下ごしらえ。王子はやっぱりナンパしとかしてた、若い時。あ、王子ですか？うん。王子しましたよ。やっぱりそうなんだ。うん、あの王子ですけどどうでしょうかって言ったらね、あのなんか変なもの乗ってるから嫌だって言われましたけどね。え、変なもの何？うん、乗ってるから。何変な？なんかね。何よくわかんないよ。いや、あのそれはね、うん、よく言うあの、うん、こう車で判断する、ね、女性がいるんですよね。ああ、うん、王子はその時は何乗ったの？その時で国産のね、白い馬車みたいなの乗ってましたけど。ああ、そうか、うん。あれなんだよ。車じゃなくて、馬車だったからでしょ。まあまあね、あの、僕はそう思ったんだけど、まあ、うん、世間一般的には車なんですけど。そしたらね、うん、まあ女性っていうか女の子がね、うん、私、カマロじゃなきゃ嫌だって。カマロって車ありますよね。あるあるある。カマロじゃなきゃ嫌だって。すごい、車種限定なんだ。うん。そうやって言われたことがありますね。だから王子の狙う女性はなかなかそういうところが厳しい方なんだね。じゃあマジックでカマロって変えてくよ。だよね。うん。ほんとそういうね、思い出がね、ありますけど、今でもね、うん、それは覚えてますね。ごめん、王子の苦い思い出を聞いちゃった。はい、はい、ありがとうございます。はい、続きまして、キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、プレゼント。プレゼントって、どんなものでも、いくつになっても嬉しいものですよね。また、相手にプレゼントするとき、どんな風に喜んでもらえるかな、と想像しながらプレゼントするのを選んでるときって、楽しいひとときですよね。ただし、選んでる人の独りよがりにならないように注意ですよね。今夜の他のリスナーさんたちのプレゼントにまつわる話も楽しみです。番組最後まで聞いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。選んでる人の独りよがり。え？独りよがり。独りよがり。ああ、そっか。要は、その、なんだろう。送る人の思いが強すぎてもダメってことですよね。うん。噛み合ってないってことだよね。あげる方といただく方のね、もらう方の気持ちになってないっていうことだよね、うん、でもそれもね、なかなか難しいですよ。難しいね、でもそれは確かに、うん、それも本当にね、あのストーカーのようにしてね、例えば女性のね趣味をさ探るとかで、ね、やらないとなかなかわからないですよ。でもあんまりほら探りすぎてもまたそれはそれでね、なんか気味が悪いよね。本当にそうだの。うんね、おがちからもいっさんツイキャスでもらって嬉しいプレゼント、第3位1000円、第2位5000円、第1位100万円ってどういうことなんだろう。王子もそうだよ。結局お金なんだね。いやでもね、あの、うん、やっぱり嬉しいですよね。下世話な話ですけど、やっぱりお金か、うん、あ、で泉さんの特急園さん、こんばんはということでんんです。はい、じゃあ続いてのメールはですね、はい、はいはい、今のですね、ツイキャスいただきました特急サーさんからです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。初めてラジオ番組で
当たったプレゼントは沖縄の雲字局の昼間の番組で琉球ガラスでできたグラスでしたね。その後番組のステッカー、番組のリストバンドのプレゼントが当たりました。あと今朝やっている番組の以前の番組のステッカーが3枚、日曜日やっている昼、うん、いる番組のエコバッグが3個、うん、番組の水筒のプレゼントが当たりました。あと終わっ、タンブラーね、はい、うん、あと終わってしまいましたが、西町のお昼の昼間のノベルティグッズのプレゼントが当たりました。また沖縄の局のプレゼントがもらえるようにしたいと思っています。まあビラとかグートゥーミーズですね、うん、なんかあえてね、うん、番組名をこう、うん、伏せてあるから、うん、すごい今メールマスクマが読みながら、はいはい、何の番組だろうってものすごい考えちゃった、うん、今言いますとビラ、グートゥーミートゥー、うん、ミュージックシャワープラスプラスですね、はい、ですかね、はい、最近ダンサーズ当たったというかもらったものあったね。もらったものありますね、はい、ワンデーですね。ワンデーですね、はい、うん、ワンデーでタンブラー、そうそう、タンブラーじゃない、あでも、ね、あれね、言わない方がいいよ、まだね50歩達成してない人の楽しみだから。あ、そうか、あ、いっちゃい、あ、タンブラーって今言いましたよ。タンブラーじゃないんだな、タンブラーじゃなかった、タンブラーじゃないよ、ちゃんと見てないね。あ、間違えました。そうそう、うん、そうなの、50、なんかなんだろう、あれはなんか読まれて星が出て50歩貯めるともらえるプレゼントみたいな、うん、ああ、ね、そうですね、はい、そういうプレゼント。そう、マスクマンは最近なんか当たったの？最近何も当たってないですね、そういう応募してないですからね、うん、あれ食当たりはあるかもしれないですね、うん、そういう当たったの、ね、でもね食当たりねあんまりないんだよね。いやいやいや、いやあんまりあったらダメでしょ、ね、結構ね、まあ、焼肉とか食べると、うん、はい、王子ね焼かないんですよね。え、あんまり焼かないんですよ。あ、だからステーキだとレアがいい派、うん、そう、で、うん、そう、超レアみたいにしてね、うん、食べててね、でいろんな店の方がよく知ってるものだから、うんうん、で王子は大丈夫だよねって言いながら、うん、あんまり言えないものとか出してくれるんですよね、うん、うん、でもそれでもね本当にね当たらないんですよね。お腹が強いのかな。おお、そうなので、うん、でもねそういう時が多いものですから当たら、うん、当たらないからね、ちょっとこうお通じの方が硬くなる場合があるじゃないですか。でそうするとダイエット的なサプリメントがあるんですよね、うん、でそれを飲むとね、うん、結構当たったようにね、うん、お腹痛くなるんだよね。あ、ダイエットのサプリメントって何、そんなにやっぱり、やっぱり、ね、あれお通じよくすることが多いですね。ああ、やっぱりそれで出して痩せよう的な感じだ。多分そうじゃないですかね。で運動しないからダメですけどね。ただもうそういう改善するというよりかこうちょっとこう出しやすくするような、うん、成分が入ってるんじゃないですかね。でも、でもなんか怖いね、何の成分が入ってるか分かんないから。いやでも一応ね、まあ、有名な名前のサプリメントをね、うん、ちょこちょこっと飲んでるんですけどね、うん、そうすると、うん、痩せるの？痩せない痩せない、うん、そっか、ただね、うん、すっきりするようなね、感じにはなりますね、朝ね、うん、うん、だからその時にねたまにねあれ当たったのかなと思うぐらいの、うん、こう痛さね、うん、お腹が、すごい、なんか薬の効き方ってすごい、そんなに来るんだ。くるくる、やっぱり、うん、ね、4粒飲んでくださいっていうのをね、うん、やっぱり最初の頃は2粒で、うんうん、ちょっとこう調整しながら、ああそうね、うん、最初に4粒って書いてあるけどちょっと怖いから、そう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 、2粒とかにしてたね。そう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 、また夜中にねどうなるかわからないですからね、うん、そういう場合はね、あんまりそういうの試したことがないからよくわかんないんだよね、うん、だからね本当そう当たってこう痛くなったとかっていうのではないんですよね、うん、こうもう無理やりっていうのかな。うん、ちょっと何の話だったっけ、あ、そっか、あった、これ当たったってそれじゃないんだよね。あ、そっか、検証の話から、だからさ、何の話してたっけなと思って。ダンサーズがいい振りするんだと思ってさ。いや、変な方向に向けてしまった。そんな食当たりってあんまないんだね。ないですね。牛乳飲んでもちょっとこうね、うん、当たっちゃうっていう言い方変ですけども、うんうん、すぐにトイレ行きたくなるなって方いらっしゃいますもんね。はい。あ、隣にいるよ。はい、あ、そうなの、はい、そうです。ヨーグルトは？ヨーグルトは大丈夫です。こんな、本当にニュートン対象なんで、うん。あ、そうなの？はい。
牛乳、いや、最近飲めるようになったんですよ。うん。だけど、やっぱりね、腹がグー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 するんですよ。ああ。なんか、美味しい牛乳の味はわかるかな、うん、美味しい牛乳の味飲む、うん、美味しいねって飲むんですけど、うん、その後、ちょっとなんか、うん、ああ、とね。よろしくないみたいな。あんまりよろしくない。ヨーグルトはね、いくら食べても大丈夫。あ、本当。なんだろうね、やっぱり、うん、ちょっとなんか違うんですか。ビフィズス菌は受けてくれるみたいな、ね。やっぱり乳糖そのままダメなんだね、きっとね。腸に働くっていうやつですね。うん。なんかね、まあ、腸に攻撃されるんだね。あの、うん、王子の場合はですね、あの口の中に入っても中で凍っちゃうんじゃないですかね。多分そうだろうね。何が？だからね、よくね、口が回らないんだよね。ということでございます。まあ、トークも凍っちゃう。あら、そうなの？はい。はい。では、はい、CM いきますか。はい。はい。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8では、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員寮完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム「大城バネサ・ザ・カバーズ」には美空ひばりさんの「一本の鉛筆」から上村かなさんの「トイレの神様」まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。今日はね、名古屋は栄養コーナーはちょっとプレゼントということで、なんかこう東海3県愛知岐阜三重で何かあの他の県の方にプレゼントするものがあったら何がいいっていうふうに投稿しようと思います。はいはい、はい、でもね、みんな他府県の人はね、うん、はい、やっぱりね、あの、ななちゃん人形欲しいと思ってると思う。でっかいでっかい。あれはね、送るの大変だと思うけどね。ね、多分許可ももらえないからね。ななちゃん人形のミニチュアとかはないの？多分あるんでしょうね、多分。え、あるのかな？全然知らないんだけど、そういう、意外にこう、自分たちがこう、お土産を渡すときって、意外にでも知らないんだよね、自分の、うん、県のものって。そうですよね。うん、愛知県、名古屋のものって言うとね、うん、あんまりまあ、お店に入ってこう名古屋名物ですよなんてこうね、うん、書いてあるとそういうものがいいのかなと思ってお送りするときありますけども、まあ、食べ物になっちゃうんですけど、ね、まあまあそうですね、うん、じゃあ食べ物で持っていくものっていったら何？まあこの前のね、うん、シルコサンドですかね、うん、ああ、うん、シルコサンドね、うんうん、中村みつずアナウンサー、みつずちゃんがですね、うんうん、喜んでますよ ね、うん、大好きって言ってたけど、うん、そう、シルコサンドいろんな味があるんだけどね、うん、なかなかその限定だったりとかしてなかなかいろんな味に出会えないけれど、この前食べたのが抹茶味、抹茶味に、うんうん、西尾さんのね、うんうん、あとね、うんうん、なんかお芋味の時もあったよ。あ、ありましたね、ありましたね、はい、芋の芋、さつまいもさつまいもかな、うん、の
フレーバーですね。はい。基本的にはあれですよね。中はあのあんなんですよね。あれも ね。あれ乾燥してるあんこが挟まってるの？そう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 。うん。うん。あれでも昔からあるんですよね。そうなんですよね。うん。そう、私それこそ保育園のおやつで出てきたぐらいだから。あ、そうなんです。あ、そうなんです。うん、それぐらい昔からありますよ。うん、うん。あと他お菓子って何ですか？あのね、この一番お菓子というかプレゼントですね。そのあげて喜ばれるのは赤福なんですよね。うんうん、ただね、やっぱり日持ちがしないのと、うん、傾けると大変っていう。うんうん、そう、うん、そうそうそう、傾けるとね持っていくとき結構大変なんでね、うん、水平にしないとね、そうそうそう、あげてもその人がまた水平に持って帰るのも大変ですよね、うん、多分、うん、で実はあの、うん、赤福はね、あの、うん、まあ、三重県伊勢というイメージなんですけども、うんうん、実はこの辺り名古屋とかこの周辺、うんうん、売ってるんですよね。あ、ありますよね、売ってますね、うん、名古屋駅にもあったり、ね、セントレアにも売ってますしね。そうですよね。で、あと、ね、デパートにも売ってますし、うんうん、まあ、デパートでもね、赤福の直営店あって、うんうん、であと茶屋になってるとこもあったり、あれ大体2日ぐらい3日ぐらいですか、持つのは。当日含めて2日2日ですか、うん、と一般 が一般的ですね、うんうん、うん、冬がなんか一日長いんかな、うん、あ、そう、夏が2日冬が3日かな、ね、でも、いつもほら早朝便で飛行機乗るとお土産屋さんが空いてなくて、うん、そうなんですよ、買えないんですよね、うん、うん、そうですね、うん、あれもあれじゃないですか、ちょっと遅い時間になるともう売り切れになってる、はい、そう、逆にそう、そうそう、逆に夕方とかってか夜とかになるともう売ってないんですよね、うん、またそれもそれで、うん、そうなんですよね、うん、ね、名古屋駅のね、新幹線の、うん、コンコースのところに売ってますけど、うん、あれあっという間になくなりますね。あ、そうなんですか。見てると、うん、飛ぶように売れますね。やっぱりね。うん、赤福は知名度ありますね。ね。はい。ですね、うん、はい。はい。ということで。あ、もう時間なんですね。うん、はい、はい。はい。じゃあ、名古屋は栄養、お菓子の話で終わっちゃったです。はい、ツイキャスでね、尾形からもちさんが、はい、逆にもらって嬉しいプレゼント、さっき紹介したじゃないですか、はい、逆にもらって嬉しくないプレゼント、はい、王子の愛、うん、王子の熱意、はい、それいつも持ってるよね、はい、いや嬉しくないプレゼントよ、はい、いやいや、はい、これね、いいですか、動画、尾形力持ちさん、うん、私も同感いたしますあのね、多分ね、それね、気持ちの裏返しだと思うな、ほう、うん、本当は、うん、嬉しい、欲しいんだよね、ね、皆様の前にはね、言葉に出してはね。今なんか爆発音が聞こえたけど大丈夫だった。でよくさ、あの、ね、うん、好きな女の子をさ、ね、いじめちゃうってことあるでしょ、ね、ああ、ね、愛情の裏返し。そうなんですよ。ね。もうね、フルパワーでね、あの、出しますからね。この愛情とね、熱意はね。おだまり。うふふって。いや、どうしようかなと思ってさ。どうしよう。あのね、これまたね、全然、ちょっと下世話な話ですけどもね、はい、王子ちょっともしかしたら嬉しくなっちゃうかなと思うような話がありましてね。何何？ね、王子の宮殿のすぐ近くにね、はい、某コンビニがあるんですが、はい、ミッドナイトね、夜中の、うん、アルバイトにね、ミッドナイト、はい、ちょっとこう、まあ、熟女ではないんですけども、熟女がちょっと若い方なんですけども、はい、そういう方が仕事をやってらっしゃいまして、はい、その方の旦那さんがね、はい、まあ、名古屋はね、結構風俗産業も有名ですよね。はあ、はあ、はあ、え、そうなの、全然わかんないけど。結構風俗もね、うん、街の中の境なんか、はい、あたりなんかでは有名なんですけども、はい、まあ、そういう職業が、店長さんやってみえましたね、そういう風俗のね。
で8店舗、旦那さんが。あ、その旦那様がねってことね。うん、あ、旦那さんが。旦那さんが。はい。で、経営してて、はい。まあ、またこのコロナ禍の中で、うん、まあ、お客さん減ってるんじゃないのっていう話をしてたら、うん、王子、はい。サービス券あげるから、行ってあげてって言われたんですよね。え、それ実は本当の話なんですよ。ていうか、それさ、王子が行きそうだからってことだよね。いやいやいや、いやちょっとそういう風な話でね、あの飲食店の方も大変だし。うん、そさ、あの、何、旦那さんと喋ったの？いやいや、奥さん。でもね、レジでそんなに喋る？はい。どんだけそのコンビニレジで喋るの？だいぶ喋りますね。あ、そうなの？かなり喋ってますね。で、深夜はお客さんは、うん、あの、来ないんですよね。ほー、うん。で、結構そういう時間があって、うん、あの、本当にね、あの、お客さんが少ないらしいんですよ。ということで、うん、私のね、旦那さんの給料も減ってますと。うん、だから王子ね、あの、サービス券あげるから、行ってあげてって言われましたけどね。あの、もうメール読んでもいいですか？はい。はい。はい。なんかこの話続けたくないなと思って。そう。じゃあ、メール紹介させていただきます。はい。お三方さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。フルムン新一です。赤福、僕も、伊勢神宮に行ったとき、おかげ横丁で赤福食べました。おしるこもすごく美味しくて、店舗の雰囲気も大変良かったです。ということで。ああ、ね、そう、いいですね。おかげ横丁の、うん、そこのね、雰囲気ですよね。お茶が美味しい。なんかお茶美味しい、ね。あのお茶美味しいですね。鈴川を眺めながらね、ちょっとなんかいいですよね。うん、はい。おしるこもあるんですね。あ、そうなんですね。なんかいつも赤福か、赤福氷か。夏ですね、それ。夏ね、夏ね、はい。はい。っていう。あと、隣のところで、あの、本当のお抹茶いただいたことはあります。うん。うん、いいですね。ね、うん、また、うん、そういう季節のお菓子も美味しいんですよ。そうですよね。ね。はい。はい。ということで、エンディングですか。はい。はい。来週のテーマは今年やり残したこと。来週のテーマは今年やり残したことです。今年も残りわずか、来年へ持ち越すことをお寄せ。何持ち越すことなんだろう。今年やり残したことでお願いします。はい。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう、那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、来週が今年最後の放送になりますね。そうですね、はい、はい、ということで、はい、またメールを寄せください。はい、そして新春は、新春は1月5日からになりますね。はい、はい、じゃあ残りあと1回、今年もよろ、今年も頑張りましょう。はいはい、頑張りますよ。はい、閉店ガラガラ。はい。はい。今週もお聞きくださいました。ありがとうございました。ありがとうございました。いよいよ、来週、あと1回で、今年が終わっちゃう。そうですね。そうですね。ね、はい、うん。なんかね、コロナでバタバタしててね。ね、あっという間でしたけどね。うん、ですね、うん。うん。本当にあっという間です。また来週。また来週。よろしくお願いします。はい、今年最後です。また聞いてねー。